Hello, and so unfortunately, I had been recording for two and a half hours or so, and my power went out. So I lost the recording. I still have the commentary, technically, but it wouldn't be the same. So what I'm going to do is, up to the point I lost, and this might be an entire episode's worth, I'm just going to go through the story-only scenes. I'm not going to do the side quests, which I had already all completed. There's three hidden quests in the intermission here. I'm going to get up to where I was, essentially. So, yeah. And I'm going to record that all. I'm going to tell you what I thought of certain scenes after the fact, but I'm going to let the scenes play out and just note what it was afterwards, because it's not worth the extra effort. And I have the save, so I can jump back to the save that has everything done. I just need to re-record everything that had happened up to that point, basically. Was the... There was an auto. I thought there was an auto scroll button. Maybe not. And I don't think I'm going to read out everything either. ですか。ああ、非公式だが、警察本部宛にルバーチェから打診があったそうだ。出品物にあの子が紛れ込んでいたのは完全な手違い。というか、全く身に覚えがないということだ。Still trying to figure out if there's an auto scroll. I'm not remembering if there is. 平ゆえの工作とも主張していたが、ま、状況的には厳しいかもしれんな。そうですね。俺たちが駆けつけた時、インはちょうど部屋にいた手下を倒したばかりのタイミングでした。外からキーヤを運んで中の人形と入れ替える暇はなかったと思います。ってことは、例のトランクが屋敷に運び込まれた時にはすでに入れ替わっていたってことか。そもそも出品されるはずだった人形の出所はどこだったんすか。はっきりしたことはわからんが、レミフェリア方面の裏ルートから手に入れたものだったらしい。記念祭最終日、つまりオークション当日、屋敷に運び込まれたらしいが、その運び込んだ運送会社も架空のものだったと主張している。そんなバカな。つまり連中はあくまで自分たちははめられた側だと主張してるんですか。 Which is still ridiculous. ま、そういうことだな。真偽のほどは分からんが、連中が必死に弁解するのも分かる。下手をしたら人身売買の容疑がかけられちまうわけだからな。武器の密輸、マネーロンダリング、盗品、そんな犯罪を平気でやる連中も人身売買の疑いがかかるのだけは何としても避けたいってことか。当然といえば当然だ。犯罪としてはおよそ最悪の部類。警察もさすがに黙っちゃいないし、何よりも遊撃士協会が聞きつけたら、そう支えるコテの紋章にかけてな。そんなリスクを議長はもちろんルバーチェも負うはずがない。理屈としてはわかるんですが、正直とても納得はできませんね。ああ、だからこその手打ちだ。お前たちの潜入捜査、向こうは不法侵入って言ってるが、偶然保護した少女の扱いもこちらに全てを任せるそうだ。その代わり、この件については自分たちの主張を見、間違っても遊撃士協会あたりにチクったりするなってか。やれやれ、確かに必死かもな。キーヤのことを考えると曖昧にはしたくはないですけど、あの子がこれ以上マフィアに狙われないことが確約されただけでも納得すべきかもしれませんね。ああ、俺もそう思う。
ま、問題なのは肝心のあの子の素性なんだが。ええ、名前以外にはマジで何も覚えてねえみてえだからな。しかしまあとんでもなく明るいというか人懐っこいガキンチョだよな。なんかあっという間に俺たち全員に懐いちまったし確かにサイトはもちろん課長も懐かれましたよね。まあな。俺はタバコを吸うからあんまり子供には近寄られねえんだが、全然気にしてなさそうだったな。お嬢やティオスケなんかももう夢中って感じみたいだし、今日なんかデパートから服を山ほど買ってきてたぜこういう時は女性陣がいてくれて助かるよ。俺たちじゃどうしても行き届かないところもあるし、それにしても本当にどこの。あ、いた、ライダー、見て見て。うわ、ちょっとギア。エリーとティアに服を選んでもらったの。どれも可愛かったけどこれが一番気に入っちゃった。ねえねえ、似合う？いや、抱きつかれたままだとどんな服かわからないんだけど。うん、そっか。じゃーん。ねえねえ、似合う？ I'd agree, so. My original reaction was like, eh, like, there's not much else I can say beyond it. It definitely does suit you, like, stylistically. へえ。ほほう。どう？ああ、かわいいよ。すごくキーヤに似合ってるぞ。ほんと？ねえねえ、ランディと課長もかわいいと思う？おお、かわいいかわいい。悪くないな。早速お披露目してるみたいね。まだいろいろと着てほしかったんですけど。エリー、ディオ、ライドたちがかわいいって。よかったわね。まあロイドさんならキーヤがどんな服を着てても可愛いと言いそうですけど。そんなことはまああるかもしれないけど親バカ丸出しだな。しかしキーボーが来てまだ1週間しか経ってねえのか。なんだか信じられないわね。そういえば警察本部からの連絡は結局どうだったんですか？なんでもルバーチェの方から打診があったとか。ああ、それなんだが。ランチの時にでもおいおいせ。And noted how all the seats are filled now. なるほど。一応マフィアの心配はなくなったみたいですね。ただ根本的な問題は残ったままですか。ああ。完全にこっちに丸投げされた形になったな。とにかく肝心なのは記憶と素性についてだけど。なあキーヤ、やっぱり何も思い出せないか。全然。ロイドが口をポカンと開けて目をまん丸にしてたのなら覚えてるけど。ガック、それは1週間前初めて会った時の話だろ。だってその前のことは何にも覚えてないんだもん。そっか。ま、覚えてないってんなら仕方ねえやな。各方面の問い合わせはどうなっているんでしょう。ああ、それなんだが、駅や空港、門にも問い合わせだが今のところ該当者はなしのようだ。少々難航するかもしれんな。そうですか。どうしたのロイド、お腹でも痛い？大丈夫だ課長。今日の午後からなんですけど、キーヤを連れて外に出ても構わないでしょうか。 And the idea being to spark memories、which I thought was a good idea when he brought that up specifically。 何か心当たりがあるの？ああ、一度遊撃士協会を頼ってみようかと思ってさ。
気ですか。遊撃士？なるほどな。連中は大陸各地にギルドの支部を持っている。その情報も当てにしてみるか。ええ、頼れるものはこの際頼っておくべきかと。ダメでしょうか。ま、いいんじゃねえか。警察とギルドは別に対立してるわけじゃねえ。わだかまりがあるとしたらむしろこちらの方だからな。案件が案件だし、協力を要請すれば向こうも断ったりはしねえだろう。ええ、そう思います。ま、エステルちゃんたちとはこの前結構打ち解けられたしな。確かに相談するにはちょうどいい機会かもしれないわね。でもロイド、キーヤちゃんを連れていくって、あなた一人で連れていくつもり？そのつもりだけど、全員で行くほどのことじゃないし、俺一人で十分かと思うんだけど。納得いかないわね。ただでさえ一番懐かれてるのに、さらに独り占めしようだなんて。え？ロイドさんはずるいです。この子と接する機会は均等であるべきではないかと。何の話だ？お前恨まれてんだよ。何しろここ数日寝るときはいつもキーボーと一緒みたいだし。いや、それはキーヤが勝手にベッドに入ってくるからで。なあキーヤ、ちゃんと部屋を用意したんだから一人で寝ないとダメだろ。だってロイドと一緒だとなんか落ち着くんだもん。迷惑だったら諦めるけど。いや迷惑ってことはないけどさ。ちょっとロイド、何を冷たくしているのよ。あんなことがあったばかりなんだからまだ不安かもしれないじゃない。一緒に寝てあげるくらいの解消は欲しいところですね。俺にどうしろと。ま、当分は一緒にいてやれや。それから外出だが、念のためもう一人連れて行け。ルバーチェからの打診はあったが、一応用心した方がいいだろう。な、わかりました。気をつけておき。 Okay. Yeah, my general impression of everything was that, like, the chances of Revache really, like, I mentioned stuff about the bomb and how people pointed out what they meant was like a figurative bomb, like it's supposed to be a doll, but suddenly a human child, and we were like, oh, what? Which obviously isn't something that Revache would really want, right? It would ruin their reputation. Which seems like maybe their excuse might be true to some extent. They might have, like, lied about why it's not true, but I get a feeling that they really don't have anything to do with it. Oh, in terms of who I brought along, I chose the person who didn't complain about me spending time with her, Randy. さてと、それじゃあ出かけようか。東通りの遊撃士協会だな。どうする？やっぱ寄り道はやめとくか？いや、キーヤの記憶が戻るきっかけになるかもしれない。用心は必要だけど、ギルドに行った帰りくらいなら寄り道もいいんじゃないかな。なるほど。ま、俺とお前がいりゃ何があっても大丈夫だろう。よし、希望、お出かけするとしますか。うん。で、どこに行くの？遊撃士協会ってとこだが、お前さんにはちょいとわからないかもしれねえな。遊撃士、それってもしかして正義の味方みたいな人たち？なんだ、知ってるのか。そのくらいの一般常識は覚えてるってことなのかな。ああ、みたいだな。なんで行くか知らないけど、ロイドとランリーが一緒ならキーヤ別にどこでもいいよ。子煩悩な父親の気持ちが。それじゃあレッツゴー。 She says that a lot. Let's just say this. She says that a lot. So, I'm not going to go do the side quest stuff, but there's three hidden quests you can do immediately. One that's a monster that essentially I went down in Geofront and fought it. And it took me a lot of tries because, you know, Randy and Lloyd, and I didn't want to, like, go out and put healing on anyone. So basically what it ended up amounting to was taking advantage of the combination crafts and the S crafts and making sure they move the fuck away from Kia,
because she constantly kept getting one-shotted. Because it's like one of those big wasp thing that has like the like vibrating area attack, and it killed her one shot like every time. But I got it eventually. The other quest involved going to the mayor's office and basically introducing Kia to him, and she basically being like, oh, I like him. We should do something nice for him. Because he seems like he's, because he seems like he's, you know, like it would be a nice thing to do for him. And we went and got a juice shake, which ended up being an acerbic tomato juice shake, which was extremely bitter. And Kia liked it, and the mayor really liked it too. さすがにそれはないけど。でもこれでも記念祭の時よりは人出は少ないんだけどな。やっぱクロスベルの出身じゃないってことか。あれれ。大きな鉄の箱がブロロロって通ってったよ。あれは車だよ。見るのは初めてな感じか。うん、多分初めて。そっか、あれが車って言うんだ。ねえねえ、ロイドたちは車を持ってないの？ I felt very sad when she brought this up. 残念ながら。そっか。みんなで一緒になれたら楽しそうって思ったんだけど。たく、捜査一課が羨ましくなっちまったな。しかし、やっぱクロスベルの出身じゃなさそうだな。ああ、この町に住んでいたら毎日のように見てるはずだしな。でも、車に関する知識はあるみたいだけど。And that's probably the biggest observation I make throughout this. The thing that really makes me wonder about her is that she seems to have a lot of knowledge, butShe's like very inexperienced. Like, she knows about a lot of things, but she doesn't have the like memories to associate with them, I suppose. どういうことなんだろう。どうしたの、ロイド。遊撃士の人に会いに行かなくていいの？なあ、それじゃあ行こうか。東通りに出るとするか。Okay, I'm gonna go straight to the bracers, but there were a number of, like, a lot of places we could go around and introduce her to people. The most interesting ones are probably Rixia, who's like, oh, yeah, that's that girl. And she's just like, oh my goodness, she has huge breasts. And, Elia, who was just, like, in her room unlocked, just, like, snoring up a storm. And it was, like, weirdly erotic to Lloyd and Randy. And it's just like, it wasn't voice, so...Technically not. I took creative liberties by saying that her snore sounded like so I assumed it was that. Could also talk to other people. Just in general, people liked her. She typically went out and just said something along the lines of, hey, I'm gonna say something like, it's probably a bit rude to say, or something like that. And then people are just like charmed by how she goes about being relatively upfront without like, you know,the typical, like, cute kid sort of thing. Oh, yeah, and another one of the interesting ones was that, between Cecil's mother and to the library for Cecil's father, she seemed to really be interested in books, so... Okay. So that was another thing. Oh, and then, when we talked to Dingo at the exchange shop, that was a pretty good one, too, because it's like, they showed up, and then Dingo's like, as a kid around her age, was like, oh, we don't serve kids!It's like, and it's just like, you want to play though? And Kia's just like, yeah, I want to play. And then Jingo's like, awesome, let's play. And then she starts like showing Kia like the different types of guns. And I want them to be BFFs because that would be fun. That would be funny. Mm-hmm. いらっしゃい。ようこそ、ブレイスターギルドへ。こんにちは、ミシェルさん。
Like, I'm tempted to go and show some of these things, but it would be... it was 2.5 hours. I just want to show the story stuff at this point. I'm sorry, but it just got into that point where I don't want to go through everything I already did again. Oh, ご無沙汰してるな。あなたたちが訪ねてくるなんて珍しいこともあるものね。でも、いいの？何でもルバーチェとトラブルを起こしたんですって？やっぱりそちらにも伝わっていましたか。一応、それに関してはケリがついたんですけど。ねえロイド、どうしてこのおじさん、女の人みたいな喋り方なの？おい、キボ。すみません、まだ。いいことを、子猫ちゃん。人には人それぞれのスタイルというもの。私にとってこの喋り方が一番合っている。あなたが着ているその服があなたに似合ってるみたいにね。おお、なるほど。キーヤもおじさんの喋り方可愛くていいと思うよ。あら、見どころあるじゃない。それはともかく、ミシェルって呼んでちょうだい。うん、ミシェル。いいわね、この子。あなたたちの知り合いかしら。はい、実はこの子について遊撃士協会に相談したい。え？あれ？お客さん？You might have noticed now, I might be jumping through the voice lines a little bit quicker than normal because I want to get back to where I was. I'm being impatient. I'll admit it. Sorry. Ah! Lloyd-kun tachi! Yeah! Estelle! Yoshia! Oh! 1週間ぶりくらいだな。珍しいですね。ギルドに来てくれるなんて。ひょっとして、私たちに会いに来てくれたの？あれ？その子は…And admittedly, my first reaction was to just try to want to, like, hide Kia from Estelle and being like, don't take after her, don't take after her. Like, she's a great person and all, but, you know, maybe a little loud. Ah, Kia って言うんだけど。お姉ちゃん、髪がぴょんぴょんしてるね。もしかして遊撃士の人？うん。私はエステル。こっちのお兄さんはヨシア。そっか。キーヤちゃんって言うんだ。よろしくね。うん。速攻で馴染んだな。エステルは子供に懐かれやすいタイプだけど、それにしても人懐っこい子みたいですね。ああ、そいつは折り紙付きだぜ。それで、その子について何か相談があるそうだけど、どうする？2階で聞かせてもらおうかしら。あ、はい。差し支え。あれ、そういう話なの？何か事情があるみたいだね。そんなことが。この1週間、裏通りの空気が少し緊張した感じだった。やれやれ。そんな顛末になってたとはね。警察としては、ルバーチ側の言い分を。And it's still very hard to believe the idea that they would actually want her to be there, especially in a place that was so very public, because it's like a bunch of people they're not confirming the identities of, they just want a name of, they're really just using this blank invitation to let people in on. It would be very weird, because that's like the last place I'd expect for leaks not to get out. Like, there were obviously tons of leaks about the Swords auction previous to that, so...It's just a matter of they couldn't, no one could really do anything about it, especially since they didn't go to the point of being like, oh, we're doing something really, really, really illegal. できればその前提で話をさせてほしいんですか。ま、仕方ないわね。こちらは部外者だったわけだし。それにしても、シュワルツオークションに潜入捜査を敢行するなんて、やるじゃない。見直したわよ。そうですか。あ、私たちだって何とか調べようとしてたのに。
Oh yeah, I suppose I did have a bit of na 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 boo boo, we got better than you, Kia likes us better than you moments too. When I was originally reacting to this. しかも招待カードを渡したのがレンだったなんて。まったくあの子ったら、私たちにくれればいいのに。Oh yeah, like haha, Ren likes better than you too, na 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 boo boo. まあ、それは仕方ないよ。僕たちにはまだ会えない事情があるわけだし。それはそうだけど。So it's just mad she's not the main character in this one. 結果的に君たちから聞いた話を横取りごめん。連絡くらいすればよかった。あ、うん、そっちの方は気にしてないわ。ロイド君たちも頑張ったみたいだし、あの子のことが気になるだけだから。でも確かに問題はキーヤちゃんか。まあな。え？察するに、その子の素性を当たってみてほしいわけね。遊撃士協会の情報網を使って。はい、まさにそれをお願いに来ました。その依頼料もなんとか用意できると思います。ああ、必要ないわ。こういった案件についてはうちはタダでやらせてもらってるの。早速各地の支部に問い合わせてそれっぽい情報を当たってみるわね。あ、ありがとうございます。はあ、ずいぶんあっさりと引き受けてくれるもんだな。まあこの手の話についてはうちは即断即決がモットーだから。ちなみにこういう案件の費用は各地だから遠慮することはないよ。なるほど。まさに民間人を助けるための仕組みがあるってわけ。結果が出るまでちょっと時間はかかるけど、まあ1週間くらいでそちらに連絡できると思うわ。十分です。どうかよろしくお願いします。そうだ、なんだったらうちでキーヤちゃんを預かる。一応基金から保護対象者の生活費なんかも出るんだけど。え、そうだね、安全のことを考えるならそれもありかもしれないよ。いざとなればクロスベル以外の安全な避難先も手配できるし。いや、そいつは。うん、どうしたのロイド、お腹痛くなっちゃった？いやそうだな、この子がクロスベル以外の出身である可能性は何よりも安全のことを考えたら。ね、キーヤちゃん、しばらく私たちと一緒に暮らさないかって話なんだけど。エステルたちと？それじゃあエステルたちもあのビルに引っ越してくるの？あ、うん。I mean, it was a bit funny because we do have the two extra rooms, so you know, maybe that technically could work. キーヤちゃんがこっちに引っ越してくる感じかな。Not that they need different rooms at this point. ロイドたちも一緒に？Yeah, that would be funny too. それはちょっと無理かな。でもそんなには離れてないし、会おうと思えばすぐ。絶対に嫌だ。 Yeah, this is one of the moments. Nin, 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 boo, boo. She likes it better than you, you. ガン。キーヤ。だってロイドたちと離れるなんて嫌だもん。ランディだって。エリーだって、ティオだって、サイトだって、課長だっているし。キーヤ、絶対に行かない。言葉がねえな。そっか。振られちゃったね。あらら、エステルちゃんが子供に振られるなんて。何気にショック受けちゃってる？受けてないってば。でもちょっとショックかも。別にエステルのことは嫌いじゃないけど、でも嫌なもんは嫌なんだもん。ごめんごめん、私が無神経だったわ。ロイド君たちいいな、こんなに好かれちゃってて。
なんでかわからないんだけどね、この子の知り合いに似ている可能性はありそうなの。その割には何も思い出せないみたいなんだよな。それなんだけど、身元の確認についてはミシェルさんに頼むとして、記憶喪失の方は専門家に相談しなくてもいいのかい？え？専門家？うん、キーヤちゃんの記憶喪失が心や精神の問題と仮定するなら、この場合専門家といったら七曜教会の人たちだと思うけど。な、言われてみりゃ七曜教会？そうね、クロスベルでは近代医療が発達してるけど、心の分野に関してはまだまだ教会の専門家の方が詳しいかもしれないわね。うんうん、確かに私たちもいろいろと助けてもらったくらいだし。へえ、そうなのか。うん、主に僕の方がいろいろと助けてもらったんだ。At this point, I was trying to remember, like, I don't really remember any memory loss experts. And then once he said this, I was like, oh, Gavin. その人ほどの使い手がクロスベル大聖堂にいるかはちょっとわからないけど。Like, he's not an expert, but he had the skills to help Joshua with that. 一度相談してみたらどうだい？ I suppose he was an expert, just not specialized in that specifically. わかった。貴重なアドバイス。ありがとう。ナーキーや。この後、町外れにある教会に行きたいんだけど。いいよ。教会って女神様にお祈りするところだよね。それじゃあレッツゴー。ほんと元気な子ね。 Yep, ends. Really, really lively. Like, she's probably like the ideal sort of child, almost oddly enough. Like, what you'd want out of a good child, especially a good child character. More so a child character, probably more than a good child, but still. The fascination with guns might be a little, you know, might be a little out there. The fascination with books is probably a bit of a better thing, but still. クロスベル大聖堂だよ。当然キーヤもどこかの教会に礼拝には行ってるはずだけど。ん？まあ普通の町にある礼拝堂はここまで大きくないだろうし。 This was another one of those things that just made me feel like like she's like surprised, like, oh my goodness, this is a church? Ooh, interesting. When before she's like, she's so surprised by this, but before when we brought it up, she was just like rattled off what it was pretty easily.キーボーの記憶を取り戻すきっかけにはならなさそうだな。So my thought on it was something along the lines of, like, it seems like she has a lot of knowledge but not experiences, which almost reminds me sort of like, you know, a data bank. And I was thinking like, because we've seen dolls before, right, that were pretty human-like, even if they didn't have like, maybe AI. Like, the dolls that, Ren had of her parents back in second chapter. So my running theory is that,She's something like that, but she has like an AI instead of being just controlled by someone. みたいだな。 Oh, it's also worth noting that Kido, probably Kia and Kido. まあいいや。まずはマーブル先生に相談してみよう。教会にいる専門家を紹介してくれるかもしれない。マーブル先生っていうと、前にロイドとお嬢が話していた日、そんじゃ。日曜学校の教室に行ってみようぜ。 Yep. あら、ロイドではありませんか。こんにちは、マーブル先生。お忙しいところすみません。いいのですよ。ちょうど休み時間でしたし。あなた方は礼拝に？それともお墓参り？いえ、それが。ねえねえ、ロイド。この人がシスターさん？あら、その子は？その、実はこの子に関することで相談したい。そうですか、そんなこと。
エイドスよ。そしてこの者たちを出会わせた。マーブル先生、確かに出会えたのはエイドスの導きかもしれね。ほえ。とりあえずこの子の記憶喪失についての相談。なんでも名前以外のことは全く覚えていないとか。ええ、そうなんです。頑張って思い出そうとしてるんだけど全然ダメみたい。そう、いい子ですね。確かに教会には心と精神の領域に関する知識と技術が伝わっています。そして記憶喪失に関する対症療法も。それじゃあこの子の記憶も取り戻せるってことっすか？確実ではありませんが、試してみる価値はあるでしょう。時間もないことですし、すぐに試してしまいましょうか。もしかして先生がやってくれるんですか？ええ、私も一応いくつかの技を収めています。心と精神に関する教会に伝わる法術を。 Which is what Kevin used, so yeah. 法術？教会の人間が使えるっていう不思議な祈りの技ってやつだな。ええ、本来ならばそれに特化した専門組織が。あいにくクロスベルにはその専門家が来ることが少ないのです。専門家ですか？大きな声では言えませんが、教会の中にもいろいろとあるのです。その組織は風聖省と呼ばれる機関に所属しているのですが、この大聖堂を任されているエラルダ大司教はその組織。そのためそうした専門家がクロスベルに来る機会が少なくて。なんだかいろいろと難しい事情があるんですね。要するに教会内部の縄張り争いっすか？ええ、恥ずかしながら。ただ私が使える法術も彼らの使うものと変わりはありません。試してみる価値はあると思います。わかりました、よろしくお願いします。どこかに移動した方がいいんでしょうか？いえ、この場で問題ありません。キーヤさんと言いましたね。こちらに来て。はーい。目を閉じてゆっくりと深呼吸をしてみてください。 I don't know, I was a bit surprised by how much she divulged in her little spiel. It feels like a lot more of that, like the rift and whatnot would be, you know, pretty secret. ええ、いいですよ。それではエイドスの名において性別されし必要ここにあり。これが法術か。空の金曜、色の銀曜、その融合をもって失われしかけらのありかをかの者に指し示したまえ。キア、大丈夫、心配いりません。どうですかキーヤさん、何か思い出してきませんか？なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけどちょっと怖い感じ。暗くてでっかい場所、どこのことだ？その光景以外に思い出したことは？ご家族のこととか住んでいた家のこととか。そうですか。マーブル先生、どうやら法術ではここまでが限界のようです。
心理的なアプローチから引き出せる記憶はここまで。ひょっとしたら何か神経系に関する問題があるのかもしれません。神経系の問題？そいつはどういう？端的に言うと脳の神経に関する問題です。何らかの原因で記憶に関する神経の伝達が阻害されてしまっている。その可能性がありますね。そんなそれって。そうですね、教会に伝わっている法術は心と精神に関、ひょっとしたらこの問題は近代医療の方が向いているのかもしれません。え？近代医療ってことは？ええ、聖ウルスラ医科大学です。これまで近代医療では心と精神に関する分野の研究は不十分とされていましたが、数年前あそこでは神経科という部門が立ち上げられ、優秀な研究、そちらに相談したら教会とは違ったアプローチが期待できるかもしれません。神経科ですか？あれ、どこかで聞いたような。おいロイド、相談に行ってみた方がいいんじゃねえか？ああそうだな。先生ありがとうございます。早速ウルスラ病院に行ってみようかと思います。ええ、それがいいでしょう。すみません、あまり力になれませんでしたね。そんなことないですよ。神経科の話、それにキーヤが思い出した光景も何か。暗くてでっかい場所か。 Yeah, my thoughts on this basically boiled down to, because I think she might be a doll like that. And mind you, my thoughts on that are primarily born out of the fact that she was being sold as a doll, and she might be, especially since Ravishe did not know, she might legitimately be a doll, in that sense. But I know apparently it's weird that they say, Kia with the capital A, and it's clearly not a normal human name. So she has something weird going on with her regardless. That's my running theory, but that's just part of it. That's a small part of why I think that. なんか上の方がぼんやり光ってたかな。おーんって音がして、綺麗だけどちょっと怖かった。I was thinking that maybe because of that, like, on that train of thought theory, that the nerve stuff might support that. But now that I'm seeing this again, it is a very three-dimensional memory. Because I was also thinking that maybe this memory wasn't actually, like, in a real place. Maybe it could have been, like, maybe in a digital realm or something, like some weird thing that you might experience from just a different perspective when you're not living in the normal real world. I mean, we have had a lot of digital computerized sort of things going on in this game, so it didn't seem out there. 確かに普通の場所ではなさそうですね。 I also suspected that she might be Batman. I guess we'll see. あなた方にエイドスの祝福を、キーヤさんに良き導きがあることを私も祈る。 Okay. So after this, we run into some kids inside the city, which then triggers the ability to come back here for the last hidden quest, which was basically like Estelle taught a Sunday school class about bracers. さてと、次はウルスラ病院か。 Lloyd goes and does it basically for policemen. かなりの寄り道になるけど、なあキーヤ、疲れてないか？全然平気。散歩って楽しいね。キーヤ、歩くの大好き。元気だな。そんじゃ、南口に行くとしようぜ。バスに乗りゃあっという間に着くだろう。おう、レッツゴー。 Yep, she says that a goddamn son.
次の発射時刻は、お、タイミングが良かったな。来るって何が？ああ、キーヤが乗りたがってたものだよ。早速来やがったな。And I think it was between this and the extra mentionings of it during the Sunday school quest, but she seemed to clearly know what a bus stop was, at least by name. But then, like, suddenly she doesn't really know what a bus is. Kia, これがバスって言うんだよ。 Maybe they don't call them something that's, like, so obviously, like... わー、いっぱい出てきたよ。 She also did want to, like, ride in a car earlier, so... なあ。病院に行ってた人が町に戻ってきたんだ。これに乗って俺たちも病院ってところに行くわけさ。キーヤ、これに乗るの？ライドたちも一緒に？ああ、もちろん。ねえねえ、早く乗ろうよ。足元に気をつけろよ。申し訳ないっす。うるさくしちまって。いいのよ。子供は元気。どなたかのお見舞いにでも行くのかね。いえ、ちょっと病院の先生に相談することがありまして。ねえねえ、あっちにちっちゃい島が見えるよ。変な形してて面白いね。I sort of figured she was talking about like the lovers platform thing.やれやれ大好評みてえだな。A testable theory. So, ここが病院ってところ？ああ、医科大学っていう研究なんかもしている病院だよ。キーヤが忘れちゃったことを思い出させてくれるかもしれない。別にキーヤ思い出さなくてもいいけど、ロイドとランディはキーヤが思い出した方が嬉しいの？ああ、そりゃもちろんさ。大切な思い出だって、人取り戻さないでどうするよ。分かった。I actually thought that was a pretty strong statement from Randy. Because while we haven't really heard his side of the story too much in regards to the whole Red Constellation thing, I do sort of get the impression that based on how he lives his life, based on how he acts most of the time, that he's basically trying to make a new life away from it. I would assume he's in that sort of situation.Which, and if he's running from his past life, basically, because he doesn't want to have any part of it anymore, that would at least imply the idea that he's probably one of the best persons to say, yeah, you don't want to forget everything from the past, at least out of our group, or at least one of the better ones out of our group, at least. Kia, 頑張って思い出してみるね。ああ、その息だ。Assuming my speculation is correct, of course. ただまあ。無理はしなくていいからな。うん。よし、そんじゃ受付で神経科について問い合わせてみようぜ。Okay, that's right about when I,
I was a little bit into the next scene when I had my power outage, and it took me about 2.5 hours to get here normally, so between all the other side quests, searching around the city, and letting the scenes play out a bit more in completion and such, you know. Sorry about that, by the way. But it should be fine from here on out. So, sorry about that. Hard to control power outages. I don't have, like, my... I don't have the Vita TV or my PC hooked up on, like, extra power sources to keep them alive, at least for a little bit on any of that sort of stuff. So, sort of the nature of what it is. At first, I thought the game had just crashed that time. I was like, oh, okay. And then I looked over and my computer was just like, wait, what happened there? And it's just like, soon enough, it's like, I noticed the internet had gone away as well. And it's like, oh, okay, power outage. Got it. Which means I lost every single bit of footage in every way or form. So I'm going to cut that off for here, and I'm probably going to continue immediately after this on a new recording and don't have to worry about getting up to this point again. So I will see you all next time. Drive safely, everyone.